すごい8時まで起きました。すげえ、もう切れた。これで朝風呂に行けるじゃないか。朝食にも行けるじゃないか。2日目スタートです。さあ、ではではね、朝風呂も朝食も食べて、ようやく2日目観光の方に参りたいと思います。これからどこ行くんですか？これから三段壁と白良浜に向かいます。行きましょう行きましょう。あ、でも素敵な宿でしたね。今回もご飯も美味しかったし、ゆかりリゾートさんありがとうございました。行きましょう。着いたよ着いたよ。正直着いたよ。これいいよ。地面もさ、こんな感じよ。ちょっとなんかスケールがすごいな。いいね、大自然って感じある。寒すぎな、寒すぎです、怖い。これ降りてきたよ、降りてきたらこんな感じよ。もうこっち行ったら海ですよ。これ完全、分かるやろ、もう髪の毛がすごいなと。大自然。うわ、やばい、ほんまに飛ぶ、こんな飛べる。やばい。ワンワンキツネザルとしての動き楽しいな。やばい、こういう楽しみ方に。海もキワキワよ、ここらへん。うわー、ちょっとこう波かかるぐらい来るもんな。やばいぞ、もう来るぞ波。うわー、やばー、やばいやばいやばい、やばい、すごい。じゃなくてもあなたに会えた幸せ感じて、風になりたい。ありがとうございました。嬉しい嬉しい。これはすごいよ。駅も来ましたね、ついに。さあ、どんな景色が待ってるんでしょうか、見ていきましょう。こちらでございます。ほら、うわ、結構じゃない？やば、え、やばいやー。
しか食ってない。ほんまや、朝からと思う。めっちゃうまいな。終わりましたね、ついに帰ってきましたよ。どうでしたか、今回の一泊二日の旅行は。相変わらずね、あのこの高校からのメンバーで行けてね、そうやな、楽しめたのと、あと1年の疲れをね、ここでパッとパッとね生産して、また来年も頑張って、いやほんまにね、同じように12月まで頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかった。九州のエムバペ、九州のエムバペ、九州のエムバペで皆さん検索してくださいヒットしたらすごい。これにて2022年年末一泊二日和歌山白浜旅行おしまいです。また来年はどこに行くか楽しみに1年頑張っていきたいと思います。それでは2023年も皆さん、いい年にしていきましょう。バイバイ。ゆるいよな。お願いします。ここで君が笑う瞬間に残らなかった。おーいいっすね、最後。うわしましょう、乾杯。もう結果出さないとなっていうのあるから、やっとも最初の0から1って絶対一番しい。そうそう、いただきます。撮ってる時は音を出さないで、使いづらくなるから。行きましょう行きましょう。九州のエムバペ。